愚痴。結婚してから今に至るまで10年超、そのマブの一方的な拒否によるレスだったのに、今さらそろそろ子供も欲しいとか言い出した。あんたも私も40超えてますけど、子供の作り方ご存知ですか？と返したら唖然としてた。いや、こっちの方が唖然としますわ。なんだそりゃ。レスの理由も未だに言わないくせに子供だと？今まで私のことを無視してきたくせに今さらどういうつもり？わけがわからない。あと、ケンオがすごいごめんねって何に対して？今のは忘れてってできると思ってんのか？あなたがどれだけこっぴどく私を拒否したのか。私は全部覚えてるのに、よくもまあそんなことを言えるもんだ。惨めすぎて時間が経つほど心が締め付けられる。35の時に子供を持つなら今がラストチャンスだからよく考えてほしいと話をしたけど、あなたは何のリアクションもしなかったよね。36の時に子供なしでやっていくという覚悟の最終確認を取った時、そっけなくだけどうんとうなずいたよね。私のあの葛藤は何だったんだろうな。好きだからいろいろ見ないようにしてたんだな。振り返ってみると、いろいろえげつないことされてたわ。えらいクズだったわ私の夫。心の中がぐちゃぐちゃで整理がつかないけど、もう多分ダメだろうとは思う。なんだかな、男見る目ないのかな？泣けるな。